ハロー YouTube、 さて今日も参りましょう。名探偵コナン登場人物、黒田兵衛の現在編、抜かれないよということでですね、皆さん、抜かれないということで、ね、ちょっと気を引き締めてちょっとやっていきたいなと思いますということなんですけども、まあ、2021年明けましておめでとうございますということで、まあ、このね、2021年この YouTube チャンネルではね、新しいチャレンジということでね、このホワイトボードを使ってスマホの画面上の皆さんに対してね、ちょっと授業をするということをね、新しい企画としてね、チャレンジしていきたいなと思います。もちろんね、まあ、某 YouTube 大学の、まあ、完全なる2番煎じパクリなんですけども、まあ、この YouTube チャンネルもいろいろ進化していきたいと、もっと変化していきたいということでね、ちょっと新たな試みということで、まあ、初めの頃はね、まあ、荒削りになったりとか、結構、まあ、不備があったりかするかもしれないんですけども、ぜひともね、温かい目で見守っていただけたらと思います。まあ、それをね、もうちょっと皆さんのコメントとか、アドバイスとかいただいてね、結構大きな気にしていきたいなと思ってますので、もうぜひともお願いしますね。なんかもう、こんな本やってくれませんかとか、この本おすすめですよとか、なんかあればコメントとか、もうここ、こう直した方がいいんじゃないですかっていうきつい意見は、もうぜひともね、待ってるんでよろしくお願いします。ただね、誹謗中傷とか、そういうことに関してはちょっとね、それは一切ちょっと認めてないのでお願いしますということで、早速ね、話に入っていきたいんですけど、まあ、ちょっとその前にですね、ぜひともね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録ね、していただけるとね、僕自身すごい元気もらえますし、たくさんの方に見てもらいたいと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価のボタンね、ポチッと押してもらえるとね、この動画の評価が上がって、他の方に見てもらいやすくなりますので、ね、もう私自身、ね、多くの方に見てもらいたいと思ってますので、ぜひとも、高評価のボタンよろしくお願いします。ということで、早速ね、入っていきたいと思います。まず、黒田兵衛だということで、まあ、先日ね、名探偵コナンのですね、こちらですね、新章がスタートしたと、まあ、黒の組織と、まあ、FBI がまあガチンコ対決するっていう、まあ、とっても面白い内容だったわけですよ。まあ、しかも今単行本コナン君98巻まで出てるんですけど、ちょうどこの内容がね、100巻に当たる内容ということで、もう作者の青山剛昌さんもめちゃくちゃ面白くしてきたんですよね。で、その内容はね、僕の他の動画でも語ってるんで、ぜひともそちら見てもらいたいんですけど、ついにこの、新章でね、黒の組織のナンバー2である、まあ、ラムの正体がね、もうついにあの人物だと発覚したわけですよ。ということで、物語は終わってに向かってると思うんですけど、まだね、やっぱり謎っていうのがあると思うんですよ。まあ、例えば、その、烏丸円也って誰なんですか、現在どうなってるんですかとか、若猿海って一体何者なのだとか、あると思うんですけど、まあ、そちらも僕の他の動画で話してるので、ぜひとも興味ある方見ていただきたいんですけど、ここではね、黒田兵衛、この人物の正体っていうのも一つ謎なんでね、それについてね、ちょっと、この僕、名探偵、コナン博士が、まあ、ちょっとね、解説していきたいなと思いますので、ね、コナンファンの方とか、そうじゃないっていう方でも、ぜひともね、少しの時間聞いてもらえたらなと思います。あとね、何か私はこう思いますとか、コメントしていただけたらすごく嬉しいので、ぜひともよろしくお願いします。じゃあ、早速ね、はい、行きたいんですけど、まず黒田兵衛とは、何なのかという人物なんで、どんな人物なんですかって話なんですけど、要はそのラム候補だったわけですよ。ラムっていうのは、黒の組織。まあ、そのコナン君たちの体を小さくした黒の組織、こちらですね。この組織に、まあ、あの方っていうボスがいるわけですよね。で、その人物では、カラスマレンヤだと分かってるんですけど、そのラムっていうナンバー2の人物がいるんですよ。2番目にいない人物。それがね、ずっと謎だったんですよね。で、でも、まあ、そのラムの根拠としては、ほとんど見た人いないんですよ。あの組織の中でもラムっていう誰なのか分からない。でも、唯一分かっていることがある。それがね、まあ、いろんな、義眼なんですよね。左右どちらかの目が義眼だと。何回の事故で目を負傷して義眼っていうことが分かってる。そしてね、ラムっていうのは男か女かすらも分からないんですよ。いろんなことが言われてるんですよね。屈強な大男であるとか、年老いた老人であるとか、男のような女、女のような男だとか、まあ、いろんな説があるんですけど、まあ、唯一分かっているのは義眼だけだと。っていうところに黒田兵衛っていう人物が現れた。どんな人物かというと、まあ、赤眼の男であると。で、まあ、大男な子なんですよね。それはね、一つね、乱候補である、まあ、屈強な男に一致すると。そしてね、まあ、赤眼である、片目がね、おそらく、包帯巻いてるというかね、事故で、まあ、おそらくね、目を、まあ、義眼と、という疑惑がありまして、それでね、コナンとか灰原はね、あの人、ラムなんじゃないですかみたいな話になって疑ってたんですよね。で、まあ、実はね、今回、コナン君の漫画で、ラムじゃないっていうことが分かったんですけど、まあそこでね、まあ疑われてたんです。例えばその灰原センサーっていうのがありましてね、その灰原センサーっていうのがすごく強力で、これどういうことかというと、灰原愛っていうのが、黒の組織のメンバーが近くにいると、怯えとか震えとか止まらなくなるんですよ。要は、黒の組織のメンバーが放つ独特のオーラを感じ取って自分が震えるんですよ。この近くに。黒の組織がいるわ、みたいな。で、これは絶対当たると。もうどれぐらい当たるかというと、もう物理法則のレベルで当たるレベルで、もうね、このペンを落としたら下に落ちるじゃないですか。これは重力で落ちると。これペンを落としても上に上がらないんですよね。それぐらいのレベルで絶対当たるんですよ。で、黒田兵衛に関しては、初めの頃怯えてたんですよ。初対面で灰原が会った時に。でも、時間が経って怯えが止まったんですよ。これなんでだろうみたいな。
な感じで、だから個人的には OB が止まるっていうことは、まあ、組織のナンバー2だったらおそらくね、フルエなんてもう止まらなくなると思うんですよ。だから、正直ね、ちょっと、もう個人的には黒田風がやり方なんじゃないかなと思ってたんです。じゃあ誰なのかという話なんですけど、それがね、一つ気になるのが、アムロトールさんとの電話なんですよ。これね、劇場版ゼロの執行人とかで、まあ、アムロトールさんっているじゃないですか、公安警察で、毛利探偵事務所の下にある、喫茶ポアとか、バーボンですね。その人と電話してるシーンがあるんですよね。そこで電話でね、アムロさんのことをバーボンって言うんですよ。そこで、しかもそのバーボンって言った後に、まあどういうふうに言うかというと、抜かるなよ、バーボン。抜かるなよっていうのが、まあ口癖の一つなんですけど、まあそれでね、まあおそらくその、アムロさんとバーボンで言うから、黒の組織のラマなんじゃないかなって言われてたんですよ。でも今回違うっていうふうになったじゃないですか。じゃあ、なんで電話してたんですか、誰なのかっていう時に、そこでヒントになるのが名前の由来なわけですよね。これ黒田兵衛っていう名前の由来は実はね、黒田官兵衛というね、その戦国時代の軍師から来てるんですよね。これ、まあどういうことかというと、まあ軍を率いていろいろ戦略を立てる一人ですよね。ここの戦いにはこんだけの人数がいると。だから多分この部隊、ここ10人はあっちの組織で戦い、こっちの10人は鉄砲で戦いみたいな。指示を出す人、まあ要は組織のリーダーですよね。だから、おそらく黒田兵衛も何かの組織のリーダーなんじゃないかと言われてたんですよ。で、ここでね、一つとして、まあ、アムロさんとの上司っていう可能性が高いということが分かってたんですよね。で、ここでラムじゃないっていうことは、アムロさんっていうのは、黒の組織のボスであり、ポアロ喫茶の店員であり、もしくは、公安警察の刑事なの。つまりね、公安警察の裏ボスなんじゃないかなと言われてたわけです。と思うんですよ。だから僕結論としては、黒田兵衛って何なのですかっていうことに、おそらくね、公安警察の裏ボス、アムロさんの上司で間違いないんじゃないかなと思います。これに関しては、ほぼほぼ 99% アムロさんの上司、公安警察のボスであると思いますね。黒の組織を壊滅させようとしているということなんじゃないかなと思います。そして、ここで話は終わらないんです。実はね、こっからちょっとね、コナンファンの間ではすごく盛り上がってる仮説っていうのがあるんです。やっぱりね、こういう説っていろんな説があった方が話が盛り上がると。例えばその黒の組織のボスって誰なんですかって時にしても、博士なんじゃないですかとか、工藤新一のお父さんである工藤優作なんじゃないですかとか、挙句の果てにはなんか光彦なんじゃないかとか言い出す人が出てきたと。まあ要はたくさんの意見があったら面白いということで、じゃあですね、ここでですね、この黒田兵衛の現在である説があるんですけどね、それについてね、ちょっといくつか紹介していきたいなと思います。ここからが一番面白いところです。まず一つ目がね、赤井勤説なんじゃないかという説がね、コナンファイルの間でありまして、つまり、どういうことかというと、赤井秀一のお父さんに赤井勤という、ね、元 FBI の人物がいるんですよね。で、その人物は、亡くなったと思われてるんですよ。なんですけども、もしかしたらこの人物と同一する人物なんじゃないかという説について、まあ、ありまして、それどういうことかというと、まあ、その黒田兵衛っていう人物自体が何年か前の事件で白髪になってるんですよね。で、これ、このことを曰くその上原由衣さんっていう人が、まあ、ある言葉を発してて、それがね、顔の包帯を取った看護師が腰を抜かしたらしいわよ。真っ黒だった髪が事故のストレスで白髪に変わってしまう、別人のようだったらしいからみたいなことを言ってるんです。で、それに対してコナンがね、別人みたいなことを反応してるんですよ。だから要するに、なんか別人だったんです。ですよね。ということは、黒田兵衛って、もともとのその顔と今の顔っていうのは完全なる別人っていうことなんですよ。これ間違いなく。だから、本来はもっと別の顔だった。で確実に考えるべきですよね。僕らはああいうね、白髪の、まあ、義眼の老けてるというか、50数5歳ぐらいの黒田兵衛しか見てないからわからないですけど、この言葉、上原由衣さんのその別人という言葉を、そのまま辻褄を合わせるとするのは、やっぱ黒田兵衛の顔っていうのは、ね、全く別人の顔になってるというのが、筋、そっちの考える方が筋が通ると。で、しかもその伏線というのは、まだ未回収であると。で、しかもね、これ何年か前の事件で。柱がになっているということで、その事件も何なのかわからないというのが一つ。そしてその事件に、もしかしたらこの人物が別人のように変わってるんじゃないかと。その人物こそが赤井勤であるということで、これどういうことかというと、おそらく赤井勤っていうのはね、17年前の羽田浩司事件を担当したわけですよ。FBI の捜査官だったのでね。そこでね、羽田浩司事件に巻き込まれると、そこで家族である赤井メアリーとか赤井囚人に電話をかけるんですよね。俺はとんでもない奴らを敵に回したようだ。これから先私のことはもういないものと思えみたいな。死んでると思えみたいなことを、メアリーとかに電話するわけですよ。で、それに対してね、じゃあもうその中で赤井勤は死んだっていう風になってるんですけど、実は赤井秀一だけは、いや、父さんの遺体はまだ発見されてないんだぜ、みたいなことを言うんですよ。要はその赤井秀一、FBI 切っての切り物である赤井秀一がね、赤井勤である父さんがまだ生きてると思ってるということはね、生きてるって考えた方が確実に辻褄が合うじゃないですか。で、しかもね、
じゃあだから何が言いたいかというと、黒田兵衛が白髪になった事件っていうのは17年前の羽田浩司事件だと。でそこでね、もともと赤井勤だったんですけど、そこで事件が起きて白髪になると、そこでね別人のように変わったっていう風なこと、まあ、要はその赤井勤が今黒田兵衛に なってるという説があるんですね。根拠として他にも目つきと服装っていうのがあって、実はね目つきと服装が結構似てるというのが一つ。まあ、これは見た目なんで、その人の感じ方なんでね、ちょっと、まあ、曖昧かという方にもう一つあるのが、それがね、口癖である、ぬかるなよと。これ、黒田兵衛といえばね、もう、ぬかるなよっていう口癖が、もう、ところどころに出てくると。そして、ね、それを使うことが、もう、使う人がもう一人います。それがね、赤井勤だったんですよね。赤井勤のね、ぬかるなよという言葉を使うということで、この口癖っていうのはね、結構、同一人物っていう説でね、結構後押ししてくれるんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあこんな感じですね。だからもう結論とすると、まあ、黒田兵衛っていうのは誰なのかということで、まあ、公安警察の裏ボスであると。安室徹さんの上司である。黒の組織を追っているというのが一つ目。そしてもう一つがね、赤井勤、赤井氏のお父さんと同一人物であると。つまりね、赤井勤はね、まだ死んでると思われてるけど、実は、その、黒田兵衛として生きていると。考えてみてるのが僕の説なんですけど、どうでしょうか皆さん。何かに、ね、コメント好きの方とかでコメントあることは、私はこう思いますとか、こうなんじゃないですかと、いや私はこうだと思いますよとか、何かあればどんどんしていただきたいなと思いますということでですね、そんな感じです。あと、はい、コメント待ってるんでぜひともお願いします。あとね、なんかこれやってほしいですとか、例えばこんな本やってくれませんかとか、何かあればもうぜひともコメントしてくださいと。はい、お願いします。もう、何でもいいね。本当何でもいいね。例えば、その、遊戯をやってくれませんか、ポケモンやってくれませんかとか、嫌われる勇気紹介してくれませんか、イーロン・マスクの、愛読書紹介してください、ジェフ・ベゾスの愛読書紹介してくださいとか、宇宙について、数学について教えてください。何でもいいんで、ぜひともコメントしていただければと思います。まあ、そんな感じですね。最後まで視聴してくださってありがとうございました。またね、次回、コナン君についてもね、どんどん話していきたいなと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録していただけるとね、もうすごく元気もらえるので、ぜひともお願いします。あとね、高評価のボタンを押していただけるとね、他の方にね、見られやすくなりますので、ね、僕自身たくさんの方に見られたいと思ってますので、ぜひともお願いします。ということで、じゃあね。